こんにちは、日向陽一です。それでは今回もまた聖書が教える幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今回は前回の続きで箴言の5章の20節になります。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり見知らぬ女の胸を抱くのか。前回のところちょっと読みます と、18節19節のところで、自分の奥さんと、喜び楽しみなさいって書いてあるんですね。で、愛らしい目力、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ、愛らしい目力、愛しいカモシカよ、そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれというふうにあって、その後にこの言葉が続いてくるんですね。で、つまり、妻との関係は、丸なんですよね。で、他国の女とか見知らぬ女、見知らぬ女、妻以外の女性ですね、他の女、これはダメだ言ってるわけですね、聖書ははっきり言って。で、当然といえば当然のことなんですけれど、奥さんがいる男性が、奥さん以外の女性と関係を持つということは必ず不幸になるということなんですよね。で、あなたの妻、彼女の愛に夢中になれ、ってその前に書かれてるんですけど、今度この他国の女に夢中になるとか、女の胸を抱くって書いてあるんですけど、この前のところではそのちぶさ、奥さんのちぶさがいつもあなたを酔わせるようにしようというふうに言ってますので、対比になってるわけですね。奥さんの愛に夢中になりなさいっていうことは命じられているというか勧められているわけですけれど、そして彼女のちぶさに酔いなさいということを、その性的な関係について、言っているわけですね。で、我が子よ、これは神様から、私たちに対するね、自分の子供のように神様私たちを考えてくださっていますので、本当に愛する子供に語りかけるように神様は、あなたどうして、あなたはどうしてっていうのは、どうしてそんなことするのっていうのは、そんなことしちゃダメだよって言ってるわけですよね。何にもいい理由はないよと。理由は、正当な理由っていうのはないよっていうことを言ってるわけですね。どうしてあなたは他国の女に夢中になり見知らぬ女の胸を抱くのか。で、私は夫婦関係のカウンセリングをしていて、奥さんとの関係が悪くて、他の女性とね、関係を持ってしまっているっていう方をカウンセリングすることもあります。で、どうしてで何もいい理由はないんですけれど、なぜ彼らが、不定の理由ですね、不定もしくは不倫、浮気という言い方はちょっと軽いので私はあまり使わないですけど、姦淫、奥さんがいる人がね、姦淫どういう人でしたっけ、で、これの理由なんですけど、なぜ彼らはそういう罪を犯すのかっていうのは、これもしかして字間違ってるかもしれませんけど、寂しいんですよね。寂しい、虚しい、
奥さんとの関係が悪かったり、まあ、奥さんと性的な満たされた関係がない夫たちはとても寂しく、とても虚しい思いを持っています。神様がその人が一人でいるのは良くないっておっしゃった時に、彼に会うふさわしい助け手を作ろうと言って、まあ、その妻エヴァを作られたんですね。アダムのためにエヴァを作られた。だから男性の中には奥さんによってしか、まあ、満たされない、そういう虚しさというか寂しさがあるわけですね。でそれが奥さんによって満たされていると、まあ他国の女とか見知らぬ女に夢中になったりその胸を抱くことはないわけですね。ただそこが満たされていないと非常に他の女性に心を奪われるというか、そしてひいては会員とか、まあ、不定の肉体関係を持ってしまうというところまで行ってしまうわけですね。で私は、まあ、そういう状態にある夫の方々をカウンセリングするときに、もちろんそれはだからいけないことです、でそれをやっている限りは夫婦関係の修復がないですということをお伝えしますけど、どうしても寂しくてそういうものに頼ってしまうということをやっぱり言われるわけですよね。でまあ、もちろんそれは彼らが拒まなければいけないというか、自分自身を純潔を守らなければいけないということで彼らの問題ではあるわけですけれど、ただ男性はあらゆる男性はそういう弱さを持っているということは、男性、まあ、夫としては自分自身はそういう弱さを持っているんだということを覚えて、まあ、注意する必要がありますし、まあ、妻たちは、まあ、夫がいつもそういう寂しさ、その必要を抱えているんだ、でそこを妻として自分が満たさなければ、見知らぬ女、他国の女の誘惑に対して、まあ、夫は非常に弱いというか誘惑に負けやすい状態になってしまうということを、まあ、覚えておく必要があるだろうと思うんですね。だから他国の女に夢中になったり見知らぬ女の胸を抱く理由はないんですけど、でもそういう誘惑があるということなんですね。だから信玄は、まあ、そういう道を避けなさいって言って私に教えてくれて、もうそこの近くにも行っちゃいけないって、でそういうなんか美しい女性がいるなと思ったらもう距離を置きなさいっていうことを言ってるわけですよね。でそれは夫として、まあ、すごくしっかりと心に留めておく必要があることだろうと思います。はい、この動画をご覧になっている方でまだ私の、メールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、YouTube では説明文の一番上のところに、登録のウェブサイトに飛べるリンクがあります。そして私のウェブサイトでご覧の方は、E メールアドレスをそのまま持ち込めるフォーマットがありますので、そこから申し込んでみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。